終わりそう。え、僕は魔法だぞ。はい、どうも皆さんこんにちは。動画ぶっつです。この動画を再生していただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。必ず今回と使うアニメ本編をいただき一緒に再生してお楽しみください。というわけで今回勇者学院の不適合者、勇者学院じゃねえや魔法学院の不適合者、こちら第11話見ていきたいと思います。よろしくお願いします。すいません。ある種ね、今勇者学院っていうのは間違いじゃないと思うんですけども、完全にタイトルを勇者学院と魔王学院間違えてしまいました。申し訳ございません。前回からですね、学院別対抗試合みたいなのが始まりまして、魔王学院と勇者学院の、2つの学校が、争ってるわけなんですが、勇者学院が姑息で最初のね、学校の校内の中でお互いのね魔法を見せ合うシーンとかでもいろいろやってきたり、湖の中にも聖水混ぜてきたりと、姑息、自分たちにね実力がないっていうのもある種認めてるようなもんじゃないですか。少なくともね、勇者っていう名前の肩書きがつく学院なんだから、あんな姑息な手段は取らないでほしいし、そんなことで勝って嬉しいのかっていうね、そんな気持ちが芽生える回の中で、リーベストと、メノウ先生のね人間関係にちょっとね、いいなっていう風に、ね、なるようなエピソードもありつつ、いやエメリア先生の後に来たメノウ先生マジでいいよねかなり推せるキャラクターだなって僕は思ってるんですけど、皆さんどうですか。そんな中、3回生の先輩であるリーベストがやられてしまいまして、いよいよ先生出番ですよと。で、湖消しちゃうぞと脅したところ、消してみろみたいな感じだったんで、先生のねお力によって湖の水は全て蒸発してしまうという、なんかね前回のコメントの方をいただいた中見ますと、2000年前にねディルヘイドの方が一度焦土化したことがあって、その原因がなんと先生が、寝ぼけて、ジオグレースをディルヘイドの方に打ってしまったということがあったんですけども、それとね同程度の威力のものを、前回、湖の方にぶっ放したっていうことでね、からしたら寝ぼけてそれくらいの威力が出せるんだから、湖を消すこと自体は何も苦もない作業だったんでしょうね。これで、舞台が整ったので、いよいよ勇者学院側とたちが戦うっていうことが、今回のエピソードで描かれるのかなというふうに思っております。もう早いものでね11話なんですよね。もう11、12と描いたら終わってしまうのかと思うとちょっと悲しいところはあるんですけども、その中でね、原作見てる人たちはどこまで描かれるのか楽しみにしながら、そして僕たち原作未読組はですね、この勇者学院との試合に集中して楽しんでいきたいというふうに思っております。あとあれですよね、前回ちょっと描かれた中でレイとミサがねいい感じでお祭りを回ってて、貝殻のネックレスをレイがミサのね首につけてあげたんですけども、あれがねちょっと外れないよみたいなお話があったじゃないですか。あれもねどうやらこの先なんか展開の中で関係してくるようなね感じのコメントもあったので、ぜひそこら辺もね原作未読の人は忘れずに注目しながら一緒に見ていければなというふうに思っております。というわけで、今回も様の無双が始まると思いますので、皆さんと楽しく見ていきたいと思っております。録画したものもしくはビデオオンデマンドを使って一緒にお楽しみください。では行ってみましょう。不穏な音楽だね。そういえばね、前回ラストにねエレオノールみたいな女の子が映って、あれも何なのかね、そこもちょっと気になりますよね。やる気満々だねみんな。そうだ、ファンユニオンの子たちもいるんだ今回。サンバカ失礼、サンバカだと思ってる俺はもうさ、アノスの敵に回る人はさ、毎回さアノスの実力をさ測り間違いすぎでしょ。いや、しかもそのカノンのさ実力に次ぐとかさ、なんだ何今の声は。何子たちもなんか操られてんの、どういうこと。今の声の正体は何。あれアボスってやつ、それともやっぱ勇者の先生だった人かな。いや、なんだろう、全然わかんない。いやー、いろいろあるなこの作品も。どっちにしてもね、それがあろうがなかろうが、もうアノスが負けるって姿は想像できないんだけどね。いや、そういう漫画アニメだと俺は思ってるよ。エレオノールどうなっちゃうんだろうな。ラストに出てきたのエレオノールじゃないんじゃないかっていう声もあるからな。じゃあ逆にあれがエレオノールじゃない場合、エレオノールはどこ行っちゃったのよっていうのもあるしさ、どうなんだろう。しかもこの調子でいくと多分この学校の対抗試合で今季というか魔王学院は終わっちゃうんじゃないかな。それが大体また原作の何巻分くらいまでで、あとストックがどれくらいあるのかでね、2期がまたできるかどうかも決まってきますけどね。さあ始まりますよと。 CM 出した、素晴らしい。命の輝き必要ないわな、あの巣には作戦なんて。え、また撃つ気、それで終わらせちゃうの。どれほどのものよその結界。お、対抗できてるじゃん。お、出てきた、出てきたってことはあれエレオノールだよね多分。ん、違うか、エレオノールだよね。えでイジェリア、あの子はちょっとあそこ触れてもらえます？すごいね、そんなこともできちゃうんだ。カップラーメンじゃん。おうミーシャ、ああ2人で、ああこの中は結構しんどいんだね。魔族が楽にしてあげたのかな。優しい優しい一声。いや3分かかんねえんじゃね、あっという間に見えますけど。いやすげえよな、こんなんできちゃうんだもんな。出た、チビ勇者。あ、やっぱ違うわ、違った。誰？そう、名乗るがよい、名乗るがよい。は？喋れない。あ、この子が1位なんだ。ゼシア、光の聖剣。いやなかなか厄介そうではあるけども、まあ心配ご無用でしょう。ああそっち狙いですか。まあさせませんわな。もう余裕です、余裕。絶対引きちぎる。1088、その10倍くらいはありそうな気がするけど、あの巣は早速逆に流されちゃうみたいな。お、来たね。この子一番強そうだもんね。まあ、1位だし。あれ、あの子どこ行っちゃったの？あれ、今向かったあの子は何が起きた？あ、もう弾き飛ばされたの、もしかして。あ、違うね。え、ああ筋肉バカだもんね。あ、サーシャ先生よろしくお願いします。ナイスボイス、かわいい、かっこいい。あ、例の相手はチビか。メガネの相手はあ、そこはやらないと。いいよ、やっちまえな、やっちまえな。お、発動しないじゃん。いいよ、フェイトのランサーに見えなくもないんだよな、青かったらなんだ、まあバカではなかったか、ただのいやもう話の展開が超早くて分からねえわ、何をしてるのか。しかもまたそして何かが起きたよ。何が起きてんの。ああ、サーシャが仕掛けたわけね。魔族らしいぜ。マガン発動鼻ジブかっこいい。アノスがいるからいつも影が薄くなっちゃうけどさ、実力私の魔王様。やっぱただものじゃないわけだよね、彼女たちも。オッケー、いやいやいや、そんなことはない。いやいや、全然苦しそうじゃないじゃんねいや、このキャラ可愛いんだけどねゼレオ。ああ、お前は剣使いなわけね。いやー、レイに剣で挑むのはちょっとバカだと思うよ。ああ腕ぶっ飛んだよ。聖なる魔力ですら。てか腕切られてやるやん。あ、触れちゃうのレイ。いや、使えちゃいましたよなんでもありだな、レイも。しかもあっちの剣両方取っちゃったけど。シーンいいよ。あっという間だったな。まあ、アノスのターンもあるからあれなんだろうけど。やっちまえ。いや、お前ら、湖に聖水入れてたやんけ。いやいや、さっきまでお前ずいぶんイカれた顔してましたよ。自分だけそんな助かろうなんて甘いわ。あ、さっき切りかかったのは一瞬でやっぱやられてたんだ、あの子。あ、メガネかい、メガネかい。いや、あの1位の子さ、切りかかった後消えたじゃん。どうなっちゃってんの。いや、みんなさそれぞれの剣出しますけど。あ、来た来た、いたじゃん。どこ行ってたのさっき、今まで。勇者学院ダメだね、卑怯だね。いや、この子かっこいいんだけどさ。お、すごいじゃん。何個かを貫いたじゃん。手で取っちゃうねあ、強いね。お前はもういいよ。おーっと仲間同士。なんだ、何したんだ。なんか手を挙げて、おい、元気玉みたいになってるぞ。いいのそれ、いいの。元気玉やん。やってることずるくない？外から。いやマジで勇者学院改名して魔族学院とか魔王学院のさ支部校にした方がいいんじゃない？いや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 、まあ問題ねえだろうけど、2000年ぶりってことはなかなかえぐかったんだね。いやどうなの？ 100 倍だよアノス。うんかわいいな、うんってメガネくん、歪んでるけどな顔。あれもしかして使ってない？やっぱり気持ちいい。おっとファンユニオン、まさかここで歌流れるとかないだろうな。やばい来るかもしかしてマジか、この歌流れると集中できないんですけど、あれ歌違うもしかして。マジでそんなのあるありがとうございます。新曲。いやいや戦闘シーンとこの歌のなんつうんだろうね、この温度差。後で歌詞はじっくり聴こう。もう8人の愛いや前回よりいいかな歌っぽくてフリーザかないや8人で1000万超えちゃったわ。いやーファンユニオンこれからも歌でいっぱい登場してきそうだな、続編があったら。その気持ちなら負けないね、確かに。ああなるほどね、こんなん対抗試合だからね。しかもこれ何なんだろう、忘れてたわ。冒頭から聞こえてくるこれ。あれやばいやばいやばい、この子たちまで。あミサちゃんは平気。おあの子はなんで耐えられたんだ。何？誰が後ろにいるんだ。アボスなのか何者。いやゼシア何する気。なんでこいつはさ1位の人にさ命令できんの。おっと自爆？対抗試合で自爆しちゃうの？てか喋れんじゃん、喋れねえっつってたけど。そしたらこの威力よ。まあ大丈夫だよね問題ない。あの子どうなっちゃった。無傷。あ生きてんじゃん。何か訳があるねこの子も。どういうことこいつ。 おっぱい遠慮なしに握ったね。あ出てきたとうとう。止められないぞ。何なんだ一体。怖い怖い、ジェスチャー怖いよちょっと。ここに来てやっと出てきたけど、何なんだ。ん？先生。いやいやいや、ちょっと大丈夫ミシャ。いや、先生相手はちょっと厳しいんじゃない？大丈夫なの？そうだわ。なんで2000年も引きずってんのこいつら。100年でもすげえなって思うけど。おお、大丈夫か。おい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 、やめて。アノスじゃないんだよ。やめて。うう、やめて。やめて。え、お前もしかしてさ、勇者先生なの？ミッシャ、ちょっとちょっと胸クソクソ胸クソ。おっけーあぶねえざまあみろ。そして一といろいろあったけど、何大丈夫ミーシャ。輝きを取り戻してくれ。優しい優しい声。いろいろやってくれたわな。本当だ本当だ、お前何してくれてんだよ。消えちまったよ。ん？ぶっ殺してまた。えぐいえぐい。そうそう、そこそこ。何なんだよ。あ、魔族にしちゃったの？こりゃ屈辱だね。うわうわ、めちゃくちゃ醜いじゃん。いやいや、ゾンビかよ。ちょっとおかしくないか勇者学院。魔王学院より闇深いじゃん。そんなこともできちゃうの？もう時間速攻とかさ、もう何でもありだよな本当に。思いつく限りができるね、あのすいいざまあ。分霊箱ね。あ、すげえな。分霊箱よりえぐいな。覚悟が違うわな。すげえわ、カノ。もう逆にさ、アノスが語ってるじゃんカノンのことを、どれだけ立派だったか。さよなら。かっこいい気持ちいい。もう宿敵であり友だったんだろうね本当に。同じ立場というかさ、孤独な。ミシャ、あ、あれが霊神人権、前回出てきたやつ。おうおう、何これ、何エレオノール何やってんの。終わりそう。え、僕は魔法だぞ。どういうこと、どういうこと、僕は魔法だぞ。わからん、いろいろわからない。いや、結局あいつらを操ってたのはあの先生でよかったのかな。まあそれだったらまあそれでいいんだけど、あのエレオノールは一体何をやってんの。ほんであのランキング1位の勇者の女の子は本当に喋れないわけじゃなくて喋れたじゃん。あの子も一体何なんだろう。いやてかもうさ、もういろいろさ、勇者学院さダメでしょ。裏でいろいろ操られたりさ、姑息なことしたりさ、勇者らしさが一個もないんだけど。どこにいんだよ正当なカノンの。腹立つわ。いやレイが勇者であってほしいくらいだよ、むしろ。もうこうなってくるともうそれが一番まっとしっくりきちゃうんだけどね。どうなんだろうな。てかまさかまた戦闘中にアノス・ファン・ユニオンの歌流れるなんて予想だにしなかった。いや最高ですよ、あの展開では最高。近畿の魔法12話、あもうラストか来週下手したら。ああ終わってしまいました。はい、11話見させていただきました。いろいろとね、まあ今ファン・ユニオンの話してたりしましたけど、まあそれだけじゃなくて、いやサーシャはね頑張った、善戦しました。あの筋肉野郎にね、ランサーみたいなね。いやミーシャさマジであそこまでやられる必要あったっていうか、やられたよね。まああとちょっとでってところで来てくれたのがアノスでよかったんだけども、しかも先生殺された後速攻でまた蘇生させられて、さらに最大の苦痛を味わわせられるっていうね。爽快、胸熱、すっきり。それでもやっぱラストっすよね。もうここ何話だろうな、23話かな。この魔王学院に関してもラストえっていう感じで持ってかれてるけど、まあ、前回はねエレオノールかなと思ってたのが、まあ、今回のあのランキング1位の子で、で今回は僕は魔法だぞ、いやいやいや魔法だぞって魔法どういうこと。マジでわからない。来週それが明かされるんだろうけど、それが明かされて終わりなのかな今期は。僕っ子にはいろいろ謎があったと。いやあの子がじゃあカノンなのかな。いやー、まあ、勇者学院だったらあの子が一番まともっぽいからそうであってほしいんだけども、どうなんでしょうね。まあ、皆さんが今回の展開でいろいろ思うとこあるかと思うんですが、まあ、ファンユニオンないしミーシャのあれないし、僕っ子しかり1位の子しかり自爆しちゃったりとか。まあ、あと筋肉チビメガネのね勇者たちとかね、いろいろあると思うんですけども、まあ、そこへのいろんなコメントだったり今回のリアクションに対するコメントをいただければと思います。はい、次週もまたお届けしますので、どうぞよろしくお願いします。以上、動画2つがお送りしました。バイバイ。